アンディ・パートリッジ。アンディ・パートリッジは、イギリスのバンド XTC の創立からのメンバーで、ボーカル、ギターを、主に担当。バンドのメインソングライターでもある。マルタ生まれ。離婚歴1回。前妻マリアンヌとの間に、ホリー、ハリーの二人の子供がいる。右与曲折を経て、現在は、エリカ・ウェクスラーと婚約中。1953年マルタバレッタにて、 アンドリュー・ジョン・パートリッチ、ベラ・パートリッチ夫妻の間に生まれる。ちなみに、誕生前、母ベラは、生まれてくる子は、女の子と信じ、ゲールという名前まで考えていた。1957年、両親の故郷であるイングランドのスウィンドンに移住。以後現在までスウィンドンで暮らし、それを誇りにしている。x t c は1977年に、 バージンレコードからデビュー。1982年までの5年間の大半をライブツアーに費やしたが、アンディのストレス性疾患、舞台恐怖症とされている。彼の前菜が彼の服用していたバリウムを捨ててしまったことが引き金になったとの説もあるにより、ツアーの中止を余儀なくされる。以後現在まで観客を前にしたライブは行われていないが、メディアでの収録などでは演奏を行っている。 アンディは x t c の実質上のアートディレクターでもあり、x t c のレコード CD のジャケットデザインはアンディのイメージをもとに作られている。x t c のベストアルバム、ホッセルフュエルザ x t c シングルスコレクション1977から1992、1996年の初回限定版のアンモナイトの化石のレリーフジャケットはイングランドでデザイン賞を取っている。 また、アンディは極度の漫画アニメマニア、おもちゃのコレクターとしても知られ、たびたびメディアで取り上げられることがある。彼は、XTC の活動に並行して、ソロ活動も行っている。1980年、ミスター・パートリッチ名義で、テイク・アウェイ、ザル・ア・オブ・サルベージを発表。XTC の既存の楽曲を、ダブ処理しつつ、ポップスとして、再構築した。 当時としては先鋭的な作品だった評論家の市川哲司はこの活動を後のトーキングヘッズと対比し単純に本物を輸入したのとはわけが違う悪戦苦闘と評価したソロ活動では実験音楽あるいは前衛音楽にアプローチすることが多くハロルド・バッド、ピーター・ブレグバド、元スラップ・ハッピー、ヘンリー・カウのギタリストと組み数枚のアルバムを発表している また、アンディはカナダをはじめ北米のファン人にデモ音源を提供しているが、この結果、数多くの x t c のデモ音源がブートレグとして出回ることになってしまった。また、バンドと所属レーベルの間の紛争の原因ともなった。その後、アンディは x t c の独自レーベル、アイデアレコードを設立し、2枚のアルバムを発表し、落ち着きを取り戻すと、 アンディは、自らのレーベル、エープハウスを設立し、そのデモ音源をリマスターし、ファジー・ウォーブルズシリーズ、全8作として、アンディ・パートリッチ名義で発表した。タイトルは、時計仕掛けのオレンジ中の主人公のセリフに、由来している。2015年には、日本のファン向けに日本語混じりの曲、どうもありがとうございますをウェブ上で発表している。アンディは、 今まで多くのアーティストに演奏、作曲やプロデュースで協力している。主な事例として、ミッチ・フリードマン、ジョン・グリーブス、ライラック・タイム、トーマス・ドルビー、スティーブン・ダフィ、ジョン・アーマ・トレーディング、マーティン・ニューウェル、デビット・ヤズベック、ボイス・オブ・ビー・ハイブ、坂本隆一、ムーンライダーズ、テリー・ホール、キャシー・デニスがある。ムーンライダーズ・鈴木敬一との進行は、特に深く、 アンディは彼らのアルバム、最後の晩餐で MC を務めている。また、当時、圭一の妻であった鈴木さえ子の才能を高く評価し、彼女の曲のアレンジ、プロデュースを手掛けた。数多くあるプロデュース活動の中で有名なエピソードは英国のバンドブラーにまつわるもので、XTC ファンの彼らたっての願いで、アルバム、モダンライフイズラビッシュのプロデューサーを務めたものの、 制作途中でその座を解任され、新たなプロデューサー、スティーブン・ストリートの下で、彼らはレコーディング最初からやり直してしまったという。アンディ・プロデュース版は長らくお蔵入りだったが、2012年末にリリースされたボックスセット27デイズ、コーピング、サンデースリープの3曲が収録された。ミスター・パートリッチン・リパートリジ・ジョニー・ジェイプスヒズ・ジェスティコルズ アンディパートリッチ、デーブ・グレゴーリー、ネビル・ファーマー・アンディパートリッチ、ハロルド・ブード・ピーター・ブレジバド・アンド、アンディパートリ・ジャマン・ストランス、バリー・ルーズ、マートン・バーカー、アンディパートリッチ。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。